Et bonjour tout le monde, c'est Ryu. On se retrouve pour le 28e épisode dans Let's Play sur Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai. Dans l'épisode précédent, on a la forteresse de Roche Démon qui attaque le conseil de la résistance, en gros, hein, qui veut battre l'armée du mal. Donc on a fait quelques combats. On a récupéré Yunkel en mode chevalier de la lance. On est mort une fois aussi parce que j'ai pas fait attention que sa défense doit être plus faible et du coup il encaisse beaucoup plus les dégâts. Et là on a les ténèbres se déchirent, on combat toujours avec Yunkel et on va voir ça tout de suite. Le Bloody Scrade de Yunkel est catastrophique, il est très très lent à se lancer. C'est fort, mais ouais, ça met une plombe à se lancer, c'est un peu catastrophique. Et là, on affronte Mistvern. Et dans le manga, il s'appelle Mist tout court, enfin, pour une bonne partie du manga. Mais bon, peut-être qu'on le verra ultérieurement s'ils font une suite à ce jeu. Le pourquoi du comment, mais là, pour le moment... On approche de la fin, il doit rester deux épisodes à peu près. ミストバーン。出てこないと城の首ごと吹っ飛ばすぞ。ミストバーン。出てきやがったな、ミストバーン。お前たちは手を出すな。バカ言ってんじゃねえよ。これ以上一人でいい格好しようなんて手を出すんじゃない。ちぇ、なんだってんだよ、あの野郎。許してやってくれ。ミストバーンはヒュンケルが魔王軍にいた頃暗黒東方を教えていた男なんだ。アバンを光の巣とするならば、ミストバンは闇の巣。いわばこれは闇の巣帝同士の戦い。ヒュンケルにとっては悪しき過去への清算なのだ。やっと俺と戦う覚悟ができたようだな、ミストバン。一言断っておこう。お前ごときの技ではこの祈願城はびくともせん。だがあえて出てきてやったのだ。魔王軍を裏切り、バーン様に対し私に恥をかかせたお前をこの手で葬ってやるためにな。ずいぶんと喋るようになったな。俺に物を教える時ですらほとんど口を聞かなかったくせに。うん。そう気にすることもないさ。すぐに昔のお前に戻してやる。俺に倒されればお前は永久に無言のままだ。無理だ、お前の力では。終わらせてやろう。やっと俺と戦う覚悟ができたようだな、マウス。ミストバーン。一言断っておこう。お前ごときの技ではこの祈願城はびくともせん。だがあえて出てきてやったのだ。魔王軍を裏切り、バーン様に対し私に恥をかかせたお前をこの手で葬ってやるためにな。ずいぶんと喋るようになったな。俺に物を教える時ですらほとんど口を聞かなかったくせに。l'attaque est tellement longue à charger. そう気にすることもないさ。すぐに昔のお前に戻してやる。俺に倒されれば、はい、お前は永久に無言のままだ。無理だ、お前の力で。おまくぐっしょう。試合戦。うわあ。やてっしょ。ただ。やてっけ。やてっしょ。でじゃけ。で。J'y vais un peu trop, peut-être en mode bourrin.Aïe.
ただでは済まさん。この程度か。アマンの使徒をなめんな。グランドジュース、アムドン。足元にも及ばぬ。この程度で止められると思うな。地獄でのたうつがいい。先生、見ていてください。ください。グランドクルース。最後にしよう。ブラッテイスライド。開いて。ここを墓場にしてやる。暗黒の力に限界はない。忌まわしい力だ。Je pense que ça va être bon. Et un dernier grand cross pour finir. にわか仕込みの槍などで私の必殺の一撃には太刀打ちできんぞ。にわか仕込みかどうかその身で味わえ。アバン流操作法解明戦ビュートデストリンガー。指か、超高速で伸びる鋼の爪だが見切った。バカも、この技は左右を問わぬ。これはトーマ・クグッショー。魔導の技ゆえ二度と使うまいと思ったが、お前の最後にはふさわしかろう。自分が教えた技で死ね、ミストバーン。さあ、その手で自らを貫くがいい。やれ。ヒュンケル、こんなはずはない。俺のクグッショーは完璧の技、本家のお前ですら及ばぬと認めたではないか。やはりな、ヒュンケルよ。お前は不思議団長であった頃よりも弱くなっている。正義に傾いたお前に以前のような暗黒闘気はない。何を。お前は父親からおもちゃをもらったことはないのか。壊れたおもちゃはこうなるのが運命だ。Un petit niveau de plus pour Pop et pour Mam。全て倒せばいい。Secret du chambellan des ombres. Let's go. Désolé. Mam, bacana, nante mucha. Mattaku da. いや、無茶というより無益と言った方がいい。そんな役立たずのために自らを傷つけるとはな。バカ言わないで。ヒュンケルほどの達人が役立たずだなんて。
その男を達人と呼べたのは魔王軍で魔剣戦士と呼ばれていた時まで。今は半端に善悪の武術をかじっただけの野良犬よ。ふざけんな。俺は修行を怠ったことはない。アバン流操作法も特訓し、強くなることはあっても弱くなろうはずがない。理由はただ一つ、お前の暗黒闘技の力が弱まっているからだ。かつてのお前はアバンへの憎しみをたぎらせ、私からその操り方を学んだ。だがお前の心の奥底にはアバンの優しさへの憧れと感謝があった。お前はそれを復讐の二文字のために無理やり心に押し込めていたのだ。そのため相反する二つのエネルギー、すなわち正義の闘気と暗黒の闘気の双方を合わせ持つことのできる究極の戦士が生まれたのだ。善と悪との両方の力を兼ね備えた肉体、それがお前の不死身の強さの秘密だったというわけだ。正義に目覚め、グランドクルスをはじめとする光の闘気を頼るようになった貴様は、もはや半減した力しか持たぬ。真の暗黒の力を持つ私には勝てぬわ。嘘だ、そんなことが信じられるものか。死ね、ヒュンケル。私の過去の汚点は私自身が始末する。ヒュンケルには手出しさせない。私が相手よ。てめえの相手はマーブルだけじゃねえぜ。俺たちもいるってことを忘れんなよな。この場にいる全員を同時に相手にすることはできまい。愚かな虫どもは網にかかったことにすら気づかぬと見える。なんだこの雲の巣みてえなのは。トーマメサイジン。信じられん。これがミストバーンの暗黒闘気の底力なのか。勝てん。俺もなんとか暗黒の力で対抗せねば。勝負にならん。この滅災人の中で体を動かせるのは私だけ。さあどうしたヒュンケル。私の話を嘘だというのなら、お前の暗黒の力でこの闘気の流れを打ち破ってみせろ。ミストバーン、憎悪を燃やすんだ。奴への憎しみと殺意をたぎらせるんだ。力を、暗黒の力を。ダメよヒュンケル、いけない。憎め、憎むんだ奴を。かつてアバンにそうしたように。やめて。ヒュンケル、あなたが邪悪な力を取り戻さなければ、このままみんなやられてしまうかもしれない。でももう二度とあなたのすさんだ目は見たくないの。戦うなら正義の力だけで戦って。あなたなら必ず勝てるわ。反撃すら諦めたようだな。それもよかろう。二人まとめて死ね、ビュートデストリンガー。同じ具を二度繰り返すところだった。俺は正義の光にかける。バカな、今の一撃はまさか。今の技、大の空裂斬みたいだぜ。今無我夢中で繰り出した俺の技はもしや、アバン流操作法虚空拳。できたのねヒュンケル、アバン流の最高奥義空の技を。お前のおかげだマーム。強大な悪の力の誘惑からお前の声が俺を呼び戻してくれた。今ここでお前に誓おう。たとえ死しても俺は最後の一瞬まで正義の意志を貫くと。おい、まだ野郎の闘気は消えちゃいねえぞ。己ヒュンケル、
人の顔が。いや、見せるな。見たな。かいっぱい content qu'on ait vu son visage. Gomidonga! Yokumo, Yokumo, Wanga, Snao, Abaki, Otana! Kiste Dalenimo, Missete, Wanaran, Kono Kao! Gakujo, Stater! Ano, Lace, Jinjakudan, Misto Banga! Ano, Kaunia, Sorehodo, Juyona, Himitsu! Ksa! Imaichita, Kokusen!なぜ正義の闘気が使えん。所詮はつけ焼き、もはやお前になすすべなどあるか。この国の人間全員に地獄以上の苦しみを味わわせて殺すことがバーン様へのせめてもの償いだ。泣け、わめけ、そして死ね。Il est pas content, Mist. 巨人の城が止まったままだわ。みんなが食い止めてくれているのよ。姫、ご無事で。敵に見つからないうちに王様たちを脱出させて。なんだと？立ち向かわんのか？国の総力を上げて。わしは逃げんぞ。最後まで戦う。国とはそこに生きている人々です。生き延びることが先決です。現状を認識してください。ベンガーナ王、帰国の軍艦も戦車部隊もあの巨人の前に粉砕されたのです。うるさい。それでもわしはベンガーナは戦う。何かいます。ここにいたか。見つかったわ。Fracasse-ciel, technique mystique, frappant la légère vitale maléfique de l'ennemi, inflige des dégâts physiques d'une puissance de 600%. Et un autre combat se prépare. On va aller vite fait au sanctuaire pour améliorer Fracasse-ciel, mais je pense. Pas que. Je puisse le monter de trop, malheureusement. Le Blue Disguide est puissant, mais ouais, c'est vrai que c'est long à mettre en place. L'épée la plus puissante au monde, bien qu'elle.Niveau Rocky 42, et bah on y va, let's go. Moi bon, je vais pas changer les attaques, on va rester comme ça. これが地上最強の剣。ああ、完成だ。こいつは大のために生まれた、この世にたった一本の剣だ。したがってその名前は大の剣以外にない。大の剣、俺のために作られた俺だけの剣。まるで手に吸い付くような一体感だ。これなら、うん、なんだこの剣、まるで鍵がかかったみたいに抜けないよ。言ったろ、そいつには魂がある。自ら戦う時と場所を選ぶのだ。お前が戦いの中で真の力を欲した時、その大の剣はお前の闘志にこうして自らの封印を解くだろう。分かった。
シャドウ、見つけたか。は、世界の王たちは大礼拝堂に集まっていました。よし、お前は祈願城を操り王たちを皆殺しにしてこい。やべえ。動き出した。こっちを目指しているぞ。いつでもいいから成果はちゃんと聞かせに来いよ。うん、本当にありがとう、ロンベルクさん。おじさんたちも。ダイさん、あの子をポップをよろしくお願いします。足手まといになるようならほっぽっといていいぞ。心配いりませんよ。おじさんたちが思ってるよりもポップはずっと強いんですから。じゃあ行ってきます。ルーラ、お前だけはこの手によってバラバラにちぎってくれる。なぜ俺にだけそこまでこだわる。俺が暗黒闘気を破るアバン流空の技に目覚めつつあるからか。それともお前の素顔の秘密に万に一つも気づきそうなのが俺だからか。ヒュンケル、死ね。それ以上のおしゃべりは許さぬ。どうぞ。ヒュンケル、何者何者もクソもあるか。ヒュンケル以外であのクグツ将を断ち切れるのはあいつしかいない。ダイ、貴様か。ダイ、確かに我が暗黒闘気を完全に断ち切れるのは空裂弾を極めたお前のみ。その通りだわ。でもなぜパプニカのナイフを。どうなってんだよダイ、なんでその背中の新しい剣を使わねえ。まさかまだ完成してねえのに来ちまったのか。どうも姿が見えんと思っていたが、新しい剣を探していたというわけか。面白い。その剣、ドラゴンの騎士の力に耐えうるものかどうか見せてみるがいい。やだよ、お前なんか見せる相手じゃないって。この剣が言ってら。何、小僧、のぼせ上がりおって。貴様もこの滅災人に飲まれて果てろ。アバン流盗殺法、空裂弾。体が動く。大丈夫かみんな。さすがに恐るべき力の持ち主。これで新しい剣を振るわれたら。どうしたんだよ、新しい剣は未完成なのか。そうじゃないんだ、この剣は。ダイ、奴は俺に任せろ。あれを見ろ、巨人が大礼拝堂に。あの祈願城に半端なパワーは通用しない。だがお前の力なら。行け、行くんだダイ。そうだぜダイ、俺たちだってまだ戦えるさ。レオナたちを守って。わかった、見ててくれみんな。ロンベルクさんが作ったこの剣の威力を。ミストバーン。ダイ、奴は俺に任せろ。無駄なあがきを。行くぞミストバーン。
足元にも及ばぬ。先生、見ていてください。グランドチャンス。試合戦。地獄でのあいつがいい。はい。はい。はい。Ah mais Mimi c'était relou. Koko o hakaba ni shite yaro. Ashimoto ni mo oyoban. Shiraise. Jatte. 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 Jatte.暗黒の力に限界はない。地獄でのたうつがいい。クラウドに。暗黒の力に限界はない。試合戦。この国の人間全員に地獄以上の苦しみを味わわせて殺すことがバーン様へのせめてもの償いだ。ファンゴンクロス。なめんな。ペア。La moitié de sa vie. Mince. Comment j'ai battu? Enfin, non, bon, je parle un peu miste. Ankoku no tsukara ni genkai wa nai. Jigoku de no tautsu ga ii. Ankoku no tsukara ni genkai wa nai.クラウドでのたうつがいい。デジャーデジャークライ。
Soma Kugutsu. ここを墓場にしてやろう。俺は正義の光にかける。アムド、最後にしよう。ブラッディストライドアバンの使徒を舐めるな。ボンスキー、ビャントバグランドクルス試合戦。トーマネクサイジJ'ai failli mourir par contre. Les familles, il a failli m'avoir. Tatakau nara, seigi no chikara dake de tatakatte. Anata nara, kanarazu kateru wa.Un autre combat, combat final à la Roche Démon. Mais les amis, on verra ça dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite et probablement la fin de Infinity Strike Dragon Quest Adventure of Dai. Donc bah, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve bientôt. À bientôt, ciao!